不死というあなたの現実ゲイリー・アール・レナード吉田敏子役川手処方審査はじめに僕の前作神の使者を読んでない君 きっと地獄に落ちるぞ <laughs> いや今のはただの冗談だが2003年翻訳は2007年に出版された「全著」を読んでおいてくれるとこの本の意味がもっとよく分かってもらえると思うこれは「前著」の続きだからだこの2つに違いがあるとすれば本書の方が自由自在に行ったり来たりしてある話題から別の話題へと飛躍していることだろうこういうい本になったのは過激で しかも完璧に筋の通ったスピリチュアルな原則にきちんと焦点を置きつつ、その考え方を読者の人生のあらゆる側面に応用できるようにしたかったからだ。この原則を活用すれば、すぐに現実的な効果が現れる上に、いずれは悟りと輪廻転生の終わりへとつながる。輪廻転生の終わりは体の終わりだから、最初からあなたは何者なのかということを、つまり本当のあなた、不シの真実は、体とも、 とともも全くく関係ないいのであるううことを強調しておくべきだろう人類が新しい考え方に触れるに従い本書のマスターたちの教えが科学的真実で古い考え方は時代遅れで使い物にならないことが明らかになってきている心理学や量子物理学の分野で突破口は開かれこの世界のレベルですら分離などはなく心の中の考えとして存在するだけであることを僕らは学んでいる。 だが、古い考え方をひっくり返そうとすれば、とてつもない抵抗がある。隠れた心の土台が暴かれると、バラバラに見える個々のアイデンティティが脅かされる。それは、集団的なエゴの死だから、波乱なしには終わらない。嬉しいことに僕はこの3年、スピリチュアリティや、刑事上学を学ぶ大勢の人たちと出会うことができた。そして、ほとんどの教師やメディアが与えるより、 もっともっと多くを受け止める準備が人々にはできていると実感した。新しい考え方だけでなく、古い考え方、中でも組織宗教が僕らに見せているイエスやブッダなど、偉大な霊的指導者の姿を問い直そうとしている人々の意思に敬意を覚えた。そういう思いで2003年12月から2005年9月までに起こった出来事を中心に記したのがこの本だ。僕の語りの部分を除くと、本書は、 三人の対話で出来上がっているゲイリー、これが僕。それに、アーテンとパーサ。この二人は、現世から天井へと登ったアサンディットマスターで、人の姿をとって僕の前に現れた。僕の語りの部分は特に区別せず、対話を中断する場合にだけ、中として記した。実は、本書を活用するのに、アサンディットマスターの出現を信じるかどうかは、大して重要ではない。だが、 この二人のマスターによるインスピレーションなしで、取り立てて教養もない僕のような素人が、この本を書けるはずがないことは断言できる。いずれにしても、この本がどこから生まれたと考えるかは、読者であるあなたにお任せしよう。この本を間違いのないものとするために全力を尽くしたつもりだが、僕は完全な人間ではないから、この本も完全ではない。ただ、もし事実関係に間違いがあったとしたら、それはすべて僕の過ちで、 訪問者ののマスターたちの過ち過ではないとお約束する。それから前にも言った通りこの本の対話は一直線に進むわけではない前にあったことがまた出てきたり後から言われたことが実は前にも出ていたりと行きつ戻りつするこれはよくあるスピリチュアルな本ではないマスターたちが僕の前に現れたのは人間として対話したかったからだと思う対話をするにはそれしかなかった 僕たた。ちは、ごく普通に話し合ったこういうやり方は好きじゃないという人もいるかもしれないスピリチュアリティに関する本にはそれらしいきれいな雰囲気があってほしいと思う人もいるだろうしかし世界は綺麗な雰囲気に包まれてはいないし僕たちは自分が属していると思っている時間と空間の幻想から脱出しなければならないマスターたちがこういう方法を取ったのにはちゃんとした理由があるのだと気づいたから僕は素直に。 自分の役割を果たたすことにした各章の冒頭の言葉を含め奇跡のコースからの引用については宙をつけた奇跡のコースを口述した声にはいくら感謝しても感謝したりないその声の主が何者なのかについてはこの本の中で取り上げているそれから出版コンサルタントの D、Patrick ・パトリック・ミラーにもお礼を言いたいパトリックは 20年以上も正統派以外のスピリチュアリティの分野でジャーナリスト、書評家、出版社として活動してきた僕が届けようとしたメッセージの意義を最初に認めたのも僕の成功に誰よりも直接的な力があったのも彼である彼には感謝だけでなく心からの敬意を捧げるそれから文学エージェント優れた作家でもあるローリー・フォックスにも感謝したい。 ローリーが味方になってくれれば失敗はあり得ない。他にもこの数年僕の力になってくれた感謝すべき大勢の人たちがいる。ここにいちいちお名前をあげないのを許していただきたい。僕の著作と講演は僕の使命であり、どちらにもたくさんの人たちが重要な貢献をしてくれている。皆さんのことを僕は決して忘れない。ただ、ヘイハウスのリード・トレーシー社長には、 本書の出版によってメッセージを世界中の人々に届けることが可能になったことへの感謝を記しておきたいそして最後にヘイハウスの編集ディレクタージル・クレイマーにはプロとして目配りしながら同時にマスターたちの言葉をそのまま伝えるという仕事を遂行してくれたことに感謝するまた本書の著者及び出版社は数十年にわたって奇跡のコースを全世界に広めるという大切な仕事をしてきた カリフォルニア州ミルバレーの内なる平和財団とカリフォルニア州テメキュラの奇跡のコース財団のメンバーに謝意を表したい。コースについて知りたい方は14ページを参考にしてほしい。それから僕は財団に加盟してはいないがカリフォルニア州テメキュラの奇跡のコース財団の創設者グロリア・ワプニクとケネス・ワプニク博士にこの場を借りて心からお礼を申し上げたい。この本の多くは お二人ののの仕事の成果の上にかかれているからだ。僕は初めの頃にアーテンとパーサに導かれてワプニクの教えを学んだ当然この本には僕が2人に学んだことが反映されているゲイリー・ R ・レナードメイン州とハワイの中間のある場所にて